滝沢秀明氏、イムップデビュー、ヒヒー・ジェツ中になし、ラ世界進出戦略。ライバルは、韓流で平野市洋人宮寺ゆうたき氏ゆうたも、疑問符滝沢秀明氏、41の新会社、株式会社飛ベ所属の7人組ボーイズグループイムップ。元イムパクト・ワール・エスが8月18日、デジタルシングル、クルージン。 で、世界同時配信デビューを果たした。18日深夜0時に配信がスタートし、わずか14分後には X、ツイッターで、クルージンが日本トレンド1位になるほどの盛り上がりを見せた。イムップ、和佐藤真二十22、キシュスケ、26、鈴木大河、25、影山拓也、26、横原ゆ武氏、二十26、松井二22、 賃貸が25の7人組。クルージンはトベリリースの楽曲第1弾となる。作詞は岡田マリア39、作曲はアビンスレイチェイスロコベリーが手掛けている。同日、公式 YouTube チャンネルで公開された MV の再生回数は71万回を突破、7800件ものコメントがついている。8月18日午前10時現在。 8月18日はジャニーズ JR、うちユニット EEJETS と彼らのファンにとって大事な、ヒーの日で X、ツイッターでは、ヒーへの日もトレンド入りしています。ただ、それ以上に盛り上がったのが、クルージンとトベインだったんです女性誌ライター。四角いムップ。 デビュー曲を手掛けたのは K-POP 系アーティスト8月18日に m ム p の世界デビューをぶつけてくることに、ヒ j EDS のファンからは818ハへの日でタッキーも認識してるだろうに、ヒ特別の日なのにがっかり嫌がらせとしか思えんといった批判的な声も寄せられていた。 トベはジャニーズのライバルになると見られてきましたが、滝沢さんや所属アーティストが見据えているのは国内市場以上に海外市場だということがクルージンで明らかになったとも言えそうです。レコード会社関係者。7月7日にトベに合流した元ー n g プリンスへの平野市要26と神宮寺ゆ太た27、さらに9月末にジャニーズ事務所退場を控え。 トレに合流することが濃厚視されているキシユタ27は世界進出を強く意識してきた。クルージンの作詞を手掛けた岡田マリア氏は3代目 J ソウルブラザーズ、ジェネレーションズ、ファンタスティックスといった LDH 系のアーティスト、さらにキンキキー DS にも楽曲を提供してきました。 気になるのは、作曲を手掛けたビンス・レイチェイス・チハーセイと王朝・ーーベーリュというアーティスト。彼らは、韓流ドラマのオースト、オリジナルサウンドトラックを手掛けてきたようなアーティストで、特にロコベリーオを日本でも大ヒットした韓流ドラマ、トッケビから君がくれた愛しい日々からのオーストを手掛けたチーム。作曲人にこれだけ K-POP 系のアーティストを起用したのは、滝沢さんやエムップ。 が海外での活動を意識しているからではないでしょうか。全能。四角と米のライバルはジャニーズではなく K-POP、クルージンの MV には日本語のみならず、英語や韓国語、ポルトガル語などでもコメントが寄せられている。すでに世界に届き始めているということなのかも、しれません。 韓国の人口は5100万人と国内市場が小さいですから最初から世界進出を目指すアーティストが少なくありません。結果的に東南アジアを皮切りに欧米でも高い人気を誇る BTS のような存在も出てきています。インドネシア。 フィリピンなど若年層の人口が多い東南アジアで人気を獲得できれば SNS のフォロワー数や YouTube の再生数は一気に跳ね上がりますからね。イムップ、おはじめとするトベのアーティストもそういった展開を見据えているはず。ライバルはジャニーズというよりは K-POP アーティストなんでしょうね。平野さん、神宮寺さんに続き、騎士さんのトベ合流は間違いないと言われています。 滝沢さんは彼らが希望する海外進出をイムップと同じように進めるのではないでしょうか。前でのレコード会社関係者イムップ。お皮切りに飛べの世界戦略は着実に進められていくのか。もはやドメスティックなジャニーズは眼中にない近く、すべてが絵になる美しさ。神宮寺雄太イムップのキャンプに参加したサングラスに合いまくりオフショット。 イムップ。は8月17日までに公式 YouTube チャンネルを更新し、メンバーでキャンプを楽しむ動画を投稿。そのキャンプに神宮寺も参加していたことが彼のインスタグラムで明らかになった。